長崎事件とは、1886年8月に、長崎に来航した新国北洋艦隊水兵が起こした暴動事件。長崎新国水兵事件とも呼ぶ。長崎港1886年7月、対ロシア県政及び、朝鮮に対する威圧のため北洋艦隊の、庭園、陳園、墨園、遺園、朝遊、用意が朝鮮へ出動。その後、 庭園、鎮園、墨園、遺園は長崎へと向かった。これは石炭補給及び修理が目的であった。庭園、鎮園は修理が必要となっていたが、それら大館が入居可能なドックは中国国内にはなく長崎でしか入居修理はできなかったのである。庭園鎮園1886年8月1日。 新国海軍の北洋艦隊のうち庭園、人園、生園、伊園の4隻の軍艦が長崎港に入港した。8月13日、500人からなる新国水兵が日本の許可なしに勝手に上陸を開始。長崎市内をのし回り、泥水の上、市内で暴れ回り婦女子を追いかけ回すなど乱暴牢跡の限りを尽くす。このうちの一部の水兵が、 遊郭に押しかけたが灯籠には予約が入っており順番待ちがあった。このことに起こった水兵は暴れ出し遊郭の備品を破壊したり盗み出したりした。長崎県警察部の丸山町交番勤務の巡査2名が鎮圧に向かい首謀者2名を逮捕し交番に連行した。逮捕された水兵を奪還しようと逃げていた水兵が仲間を連れ十数名で交番を取り囲んだ。 水兵は骨董店で購入した日本刀等で武装していた。交番は応援を予備交番警防で応戦し、襲ってきた水兵たちを逮捕して浜町警察署に連行した。8月14日、長崎県知事、草加義夫と新国領事館再建の会談で、新国側は集団での水兵の上陸を禁止し、また上陸を許すときは、 監督士官を付き添わすことを協定した。これを条件として逮捕されていた申告水兵は申告側へ引き渡された。8月15日、前日の協定に反し、午後1時頃より300名の水兵が上陸。梱包を持つ者も,もあり、また刀剣を購入する者も,も少なくなかった。申告水兵数人が巡査3名のいる交番の前で、 わざと放尿し交番の巡査が注意すると、彼らはその巡査を袋叩きにした。300人の深刻兵は3人の巡査によってたかって、暴行し、一人が死亡し2名が重傷を、追い重傷者の1名は翌日死亡した。これを見ていた人力車車夫が巡査たちを助けようとして、深刻水兵に殴りかかった。これを契機に、深刻水兵の一団と巡査を助けようとする。 長崎市民とで乱闘となった。止めようと駆けつけた警察官は、深刻水兵の数が多いことや日本刀等の武器を所持していたことから一旦所に戻り体験して出直した。これにより、深刻水兵と切り合う事態に発展し、それぞれ死傷者を出すという大事件となった。事件後、日清両国は、長崎においては、英仏人弁護士の加わった弁員会で、 また東京では、井上香織外相と助少訴中日講師により、交渉が行われ、最終的には、英読講師などの圧戦を経て妥結した。その内容は、事件の当事者については所属国の法律により処分、またなで恵む量として、日本からは5万2500円、新国から1万5500円を支出するという、ものであった。また当時の日本の開港地では、 違い方権があったため、長崎事件の再発を防ぐために、日清両国は、相互の軍艦往来について、規則を定め、両国の軍艦が相手国を訪問する際は、相手国側の規則に従うこと、また上陸する施設の制限を定めた。北洋艦隊はその後も1891年と1892年に、日本に訪問した。双方とも事前に、 日本政府の了解を得ており、1886年とは、打って変わって、両国の親善が、表向きはアピールされるものとなった。1891年の訪問では、北洋艦隊の随員が、造船所や観光庁を訪問し、また機関庭園に、日本の皇族や大臣、海軍軍人を招いて、内部を公開した。庭園への招待は、新国側が日本に対して、 度量を示すためとされたが、これはかえって庭園の館内構造や北洋艦隊の始卒の連度の低さを日本海軍に暴露する結果となり、日清戦争時の公開回線において、深刻敗北の一因となった。北洋艦隊の来航と長崎事件は、日本側に清志に対する脅威や敵外心を感じさせるものとなり、日本では、 最新海軍のための海軍拡張が図られていった。また、東山光浦により結成された政治結社、現用者が当初の民権論から国権論へと転向する契機ともなった。岡崎久彦は長崎事件の解決に最終申告は日本政府に対して日本の警察官が今後台頭することを金づべしという要求を突きつけ、これを飲ませることに成功したとする。 長崎県警察市は異なる経緯を記す。1883年以降、それまで警部以上が体験し、一般巡査はデボを携帯していたのを改め、巡査全員が体験することになった。しかし、同年9月の申告人のアヘン救援検挙事件をきっかけとして、翌々11月、外国人居留地を所管する警察署に限り、巡査の体験を排して代わりに、 再び、官房を携帯するよう通達が出た。長崎、梅ヶ崎、長崎水上の3警察署に巡査の体験が復活したのは日清戦争開戦後の1894年8月であった。長崎事件の発生時、一般巡査は体験していなかった。8月15日の夜、次のような場面が見られた。一般警察官の軽装備が事件の発生と、 早期鎮圧が叶なわなかった要因となっていたことを伺わせる。ありがとうございます。